こんにちは、いっちーです。なるです。そしてピッピです。いやー、かわいいね、ピッピー。こたつで丸くなってます。今日はネットで話題になった年齢当てゲームをしたいと思います。え、どうやってやるの？自分が思い浮かべた数字と、あと自分の年齢を当てられるっていう、こうね、魔法のような計算式があるんだけど、投資みたいな。なので今見ているあなたの年齢を私が当てたいと思います。ね、ピッピ。じゃあ早速やっていこう。はい。それではまず皆さん、手元に電卓を用意してください。携帯ね、私は。そうそうそう。ピッピ用意した？頭にできる。オッケー。あー、すごい優秀ですね。そしたらですね、皆さん、1から10の数字を想像してください。もう自分の好きな数字でいいよ。オッケー。オッケーですか？そしたら選んだ数字に2をかけてください。かける2。うん、オッケー。オッケーですか？そしたらかけた数字に5を足してください。足す5。うん、オッケーですか？オッケー。その足した数字に今度は50をかけてください。かける50。オッケー。そしたらですね、今年お誕生日がもう来た方は1768を、まだ来てないっていう方は1767を足してください。早生まれだからまだ来てないので、 OK。 足し終わったら自分の生まれた年を引いてください。例えば私は1994年生まれだから、その数字から引く1994っていう感じですね。西暦を引きます。はい、 OK。 OK ですか？うん。ほーほー。今電卓に出ている数字の1000の位と100の位が自分の想像した数字、そして10の位と1の位が自分の年齢になっているはずです。なってるわ。なってる、なってる。お、ちなみに私は3を想像して22歳なので322でした。うん、おー、すごい、合ってる。いや、これすごいなって。すごいね。これね、もう本当計算を理解してしまえばすごく簡単な計算の構造になってるんだけど、うん、これ知らない子にやったら絶対びっくりされると思う。え、これクラスでさ、いろんな人にやったらちょっと人気者になれそう。ピッピは何歳になったんですか？ピッピね、6歳だって言ってたよ。6歳ね。人間で言うと20ちょいぐらい。同じぐらいだよ多分。え、カメじゃん。イエーイ。イエーイ。眠そうですよね。うん、こういう計算でできる遊びって面白いよね。うん、なんか他にもありそう。ちょっと探してみたいな。みんなもぜひやってみてください。それではまた明日の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。ご視聴ありがとう。みんなもチャンネル登録してくれたかな？まだの方はこのロゴをクリックしてチャンネル登録よろしくお願いします。おすすめ動画も見てね。